はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ダリオ・アルジェントの誕生日、がですね9月7日だったわけですけれども、まあ、イタリアではですねまだ少しですね1日で終わるというわけではなくてですね、しばらくですねダリオ・アルジェントの80歳の誕生日関連のですね、まあ、行事であるとかですねスケジュールがありますので、今日はですねそういったことを少しお話ししてみたいと思います。ということでですね、まず、まあ、一番身近なところからなんですけれども、9月7日がですね、ダリオ・アルジェント80歳の誕生日ということで、1940年の9月7日生まれということで、80歳であると同時にですね、ダリオ・アルジェントのデビュー作ですね、喜びの牙、監督デビュー作というのが1970年、にですね公開されたということで、ちょうどですね監督生活も50年ということなんですよね。ということで、監督生活50年、そして人生80年ということでですね、まあ非常にですね今年は節目となる年なわけですけれども、イタリアではですね、まあ、そういったなんですかね、80歳に関連したですね行事というのが続いていましてですね、まず9月10日ということでですね、ということで、テレビの話なんですけどね、34と書いてトレントクアトロと言いますけども、トレントクアトロというチャンネルですね、テレビのチャンネルでですね、ダリオ・アルジェントのですね、監督作が3本、一挙放映というのがあったんですね。まあオマージュということだと思うんですけども、ですね、夜なんですね、9月10日のですね夜の、21時11分ですかね、そこでですねサスペリアパート2、まあ、プロフォンドロッソということでダリオ・アルジェントのデビュー作ではなくて最高傑作と呼ばれてるね作品ですけども、その後でですね、23時26分からですねトラウマですね、トラウマ鮮血の叫びが、まあ放映されて、翌日っていうかね、深夜を越えてですね、1時20分になりますかね、1時20分にオペラ座の怪人ですね、オペラ座の怪人が、テレビ放映ということでですね、サスペリアパート2、トラウマ、オペラ座の怪人、この3本がですね一挙にテレビで放映されたという、まあ非常にこうアルジェントにですねオマージュを捧げたような構成になってたということですね。でちなみにですねサスペリアパート2は夜の、9時11分からだったんですけども、翌朝の、9時10分からもですね、まあもう一回リピート放映があってですね、その後トラウマもですね、そちらの場合は、朝の7時10分ですね、朝の7時10分から、翌日ですねリピート放映があったということで、まあ朝の7時からトラウマ鮮血の叫びで、朝の9時10分からですねサスペリアパート2っていうのはなかなかですねおつなもんだなと思いますけどね、まあそんな形でですねイタリアではですね、まあそんなような行事が続いているということですよね。はい、あとですね、関連ということで、まあ、新作のお話ししておきたいと思うんですけれども、オッキアリネーリですね、オッキアリネーリということで、ネーロっていうのは黒ですよね。で、オッキアリっていうのがメガネということで、まあ、黒いメガネ、まあサングラスを意味しますけどね。要するに、サングラスというのは盲人ですよね。盲人がかけるというグラスのことでですね、そういったものが新作ということですね、予定されていて、本当だったらですね、もうすでにクランクインされている予定だったんですけれども、やはり、まあ、最近のですね、状況からしてですね、まあ、なかなかこうクランクインにいかないということで、まあ、ちょっと今年、本当はあれですね、夏の終わりぐらいかなという話だったんですけども、なかなかそこも難しい情勢ですよね今の段階。そうなるとですね、まあ、おそらく順調に進んで来年ぐらいからということになるわけでですね、公開がおそらくですね、いくつかのメディアによるとですね、まあ、来年はちょっと難しくて2022年という形で、まあ、順調に進めばですね2022年にですね新作が見られるということになるかということですね。となるとですね、2012年にですね、ダリオ・アルジェントのドラキュラが、できたわけですけれども、10年ぶりの新作ということになりますかね。ということで、まあに、今からだとね、どうしても撮影していろいろと諸作業ありますからね、2年後といいますかね、2022年というのが、まあ、一番こう、目安になるんではないかなということですね。ということで、まあ、いろいろとですね、主役もですね、アーシア・アルジェントだったところがですね、ステージ・マーチに変わったりですね、まあ、ちょっといろいろとまた不確定要素はあるんですけどね、音楽なんかもね、まだダフトパンクがやるという話が一時期ありましたけどもね、やらないというような話になったりですね、まあ、そういった形で、まあ、誰がやるのかということで、まあ、コロコロとですね、ちょっとまだ不明なところもかなりあるわけですけどもね、まあ、2020年、
にうまくいけばですね、あの、まあ、ギアリネーリという作品があの、予定されていますのでね、まあ、そちらにも期待ということですよね。で、これでですね、まあ、ちょっと映画の方はですね、まあ、そういったことで流動的なところがあるんですけれども、まあ、非常にですね面白いニュースがあるんですけども、今度ですね、あのトリノですね、トリノの、あのニモーリアントネリアーナというですね、まあ、大きな建物があるんですけれども、トリノを代表する建物ですけども、その中にですね、国立映画博物館というものがあります。あのトリノの、まあ、トリノというのは、まあ、イタリア映画発祥の地でもあるわけですけれども、そこにですね国立映画博物館があってですね、そこでですね、来年ですね2021年の2月からですねダリオ・アルジェントの大回顧展をやるということで、まあ、これはもう本決まりということなんですよね。もともとはですね、これあの実はですね、あの今年のダリオ・アルジェントの誕生日ですね、80歳の誕生日をきっかけにですね、トリノの、国立映画博物館でこの大回顧展をやると、回顧展をやるということで、エグゼビションですねをやろうという話だったんですけど、やはりこうずれ込んでいてですね、まあ2年、来年の2月からであれば大丈夫だろうということで、まあ、こちらがあの発表があったということで、まあ、2月から6月までということで 2,3,4,5,6 ということで、まあ、かなり長めなんですけどね、まあ、ダリオ・アルジェントのデビューからですね、まあ、最新作までをですね、網羅した形でですね、まあ、いろいろな趣向が殺されているような形になるんじゃないかなと思います。まあ、キュレーションの方の話を聞くとですね、まあ、なんですかね、いわゆるこう見せ物といいますかね、こうホラーというような形ではなくてですね、要するにこう血といいますかね、バイオレンスのところはあまり強調しないような、まあ、展覧会になっているということで、まあ、やはりですね、なんですかね、まあ、いわゆるホラーの範疇に収まらないといいますかね、まあ、そういう残酷趣味であるとかですね、まあ、そういったところだけではなくてですね、どちらかというとその、ダリオ・アルジェントの持つ感性的なところといいますかね、美的な感覚であるとかですね、まあ、そういったところを主眼に置いたですね、展覧会になるんではないかなということで、キュレーションの方もですね、まあ、そんなような話をしています。まさにですね、まあ、アルジェント研究会というのをね、日本でもやっていますけれども、まあ、アルジェント研究会が追求するテーマというのはやはりですね、こう本当にこうホラーというかですね、要するに残酷だとかこう怖いもの見たさというよりも、こうアルジェントの持っているこう美的感性であるとかですね、美学的な要素にこう重きを置いたような形でですね、やっていますけれども、まあ、そんなような形のですね展覧会になるんではないかなということをがちょっと予想されるということですよね。まあ、とにかくですね、まあ、イタリアでも、まあ、かなりですね、まあ、過小評価されている監督であることに間違いないわけですけれども、今回ですね、その国立映画博物館でこう初めてと言っていうか、ダリオ・アルジェントをですねテーマにした、まあ、回顧展といいますかね、展覧会というのはですね、まあ、初めてなんですよね。ということで、まあ、国立のね、まあ、権威あるですね、ところでですね、まあ、開かれるということがですね、まあ、非常にこうね、一つの節目になるんじゃないかなと思います。ということでですね、まあ、非常にこれね、2月ですから、なかなかね、まあ、日本からもねぜひ行きたいなということがあると思うんですけどね、まあ、きっと素晴らしい展覧会になるんだと思うんですけどね。はい、あとですね、まあ、最近の話だとベネチア映画祭ですよね、9月の、頭にですね、現在開かれていましたけれども、そこでですね、ダリオ・アルジェントピエトロ・ビアンキ賞というですね賞を受賞したということで、まあ、本人はベネチア映画祭には行けなかったといいますかね、行かないでですね、まあ、リモートでの、出演と受賞ということになりましたけどもですね、まあまあ、イタリア映画界のですね、まあ、ライターといいますか、ジャーナリストたちのですね、まあ、ユニオンが、まあまあ、主催しているですね、賞なんですけどもね、そんなことで受賞したということで、まあ、非常にこちらもですね、もういよいよですね、まあ、巨匠という形のですね、いろいろな賞があるかなというところですよね。まあ、誕生日を迎えたダリオ・アルジェントはですね、まあ、当日はですね、一人で過ごされたということでですね、まあ、いつも通りだということで、まあ、ちょっと寂しい感じはしたんですけどね、まあ、その後はですね、娘さんのフィオレ・アルジェントとですね、一緒にこうお祝いといいますかね、をしたりということでですね、まあ、ちょっと遅れてですね、誕生日の、まあ、パーティーというかね、ディナーをやったということなんですけどね。はい、ということでですね、まあ、今回はですね、その、まあ、テレビ放映があったということと、一番大きいのはあれですよね、モーリー・アントネリアナの中のですね、国立映画博物館で2021年の、2月からですね6月までという、まあ、スケジュールでですね、ダリオ・アルジェントのですね回顧展が開催されるということですよね。まあ、こちらもね、ポスターを飾るとかだけではなくてですね、まあ、かなり初の
ということですね、まあ、かなり期待が持てるんですよね。ということで今から楽しみですね、はい。ということでですね、まあ、ちょっと今回はこう近況といいますかね、まあ、ちょっとそんなところをですねお話をさせていただきました、はい。今回の動画は以上ということになります。